それでは改めまして皆さんおはようございます。東京都知事候補の石丸俊二です。今日月曜日の朝一ですね。いやー月曜日実にすがすがしいね。大事なのは自分の気持ちの持ちようです。外部環境に左右されない己の心を持つ、たとえ雨が降ろうとも。今日はこの場所をお借りしてまた石丸シーズの紹介をしていきたいと思います。朝の通勤のお忙しい最中なのでギュッと絞ってお話をしていきます。まずは自身の自己紹介を。1982年生まれなので今41歳です。前の前の仕事が三菱 UFJ 銀行というところで経済を分析するアナリストをしていました。10年ちょっと、15年ぐらいですね。その間に4年半ほどアメリカのニューヨークに駐在をして、アメリカ大陸、カナダからチリまでの9カ国を一人で担当する、そんな仕事をしていました。そこで接したのは各国の経済、そして政治です。やはり経済を回すには政治がしっかりしないといけない。これはアメリカを見れば分かりますし、中南米に行けば嫌というほど実感できます。それほどまでに政治と経済は密接につながってます。普段なかなか意識がしにくい、ともすると忘れてしまうことかもしれないんですが、政治っていうのは大事です。おろそかにしていいようなものではないというのをその時に学んできました。その後日本に帰国してちょっとしてから広島県の安芸高田市、地元に戻って今度は市長になりました。市長4年間経歴をまとめると、経済を知ってる、そして行政を知ってる、これが自身の強みだと考えています。これまでの東京都知事というのは実は経済人がいません。文化人や学者、官僚の方ばかりなんですね。経済に詳しくない人が実は長きにわたって舵取りを行っています。まあそれでもこれだけ豊かな街になってるんだな、悪くはない。でもこれを経済に詳しい人間がやればどうなるのか、まだまだ伸びると思いますし、もっともっと豊かにできるだろうと考えています。ですので今回石丸俊二は経済人として、経済を知る経済の専門家として、初めての東京都知事になり、ここ経済都市である東京を成長させていきたいと考えています。皆さんどうぞご期待ください。皆さん始業時間は何時ですか？8時半とか9時、9時だったらまだ余裕がある。じゃああと50分お付き合い。そんなわけにいかないですね。皆さん傘差しながらでも足元からだんだん湿ってくると思います。もう残り少しだけお付き合いください。まず政策なんですけども、これまでの街頭演説で結構いろんな場面でいろいろ変化をつけて話をしています。ポイントだけお伝えすると、成長戦略の要として教育への投資を謳っています。ちょっと懐かしい話をすれば、確か2002年、小泉純一郎さんが所信表明の演説で使った米百俵の精神、覚えてらっしゃいますか？長岡藩、今の新潟ですけど、そこで幕末期に米百俵が手に入ったと。しかしそれを今の人たちで食べて終わらせず、売ってそのお金で学校を建てたっていう話なんですね。しかしこの話、単なる昔話ではなくて、今もそしてこれからの時代にでも通じる普遍の原理だと考えます。すなわち経済を伸ばしていく、必
成長させる成長戦略として今手振ってますが、今の子どもたち、これからの子どもたちに向けて何を残すか、何を残してあげるか、これを大人が考えないと国は伸びていかないと思います。だからです、成長戦略の要として教育への投資、これを謳ってます。教育と聞くと家計への支援、需要サイドですね、子育て支援を思い浮かべる方多い気がします。もちろんそれは大事です、必要なんです。ただそれだけでは足りません。なぜならば教育を受ける側ということは与える側があるんですね。供給サイド、こちらのレベルが上がらないと結局質の高い教育というのを子どもたちは受け取れないんです。だから学校サイド、学校現場、教育環境の改善を急ぐべきだと考えています。具体的な金額として、例えば給食支援員、学校用務員というものを現場に配置する、安芸高田市でやってきました。同じことを東京都でやろうとするとそれだけで年間100億かかります。しかしそのお金をけじっていては巡り巡って子どもたち将来困るんです。ここにいる皆さんはあと10年20年30年はまだまだこの社会で元気に活躍されていると思います。そうした時、今の子どもたち、これからの子どもたち、同じ仲間になるメンバーなんですね。そう考えると彼らに強くなってもらう、それは何よりも私たちのためにもなるんだと考えます。これが石丸伸二の政策の要、成長戦略の要です。これをなんとかここから実現したいと考えています。そのために最後皆さんにメッセージです。あと2分だけお付き合いください。その後は元気よく会社に行きましょう。今泊まってくださっている方、もう同志です、仲間です。志を同じくする面々、皆さんに掛け声をかけていきます。この選挙をぜひ楽しみきりましょう。楽しみきるためには全員を呼び込む、全員乗せていく、それが必要です。そのための作戦、いいですか、大事です。この後会社に行く、おはようございますの後に石丸伸二さっき見ました、はい、これを部下に伝え、上司に報告し、同僚と共有してください。情報共有、これは仕事の要諦です。普段政治の話しないと思います。しちゃいけないのかな、そんな空気があるのも分かってます。でも自分がいいなと思った、面白いなと思った、その気持ち間違いはないんです。自分が好きって気持ち、同時に誰かの好きっていう気持ちも大事にするんです。そうすればこれまでの人間関係とちょっと違った新しい関係、もっと言えばより良い人間関係、これが生まれてくるはずです。なので今回の選挙、政治のため、まあ、元より何より普段の皆さんの職場、家庭、いろんな場面でより豊かな生活を実現するコツとして、ぜひ皆さんの好きっていう気持ちを大事にしていってください。それでは同志諸君、今週も1週間頑張っていきましょう。ありがとうございました。